ニューヨーク州パビリオン展望塔とユニスフィア地球にフラッシングメドーズコロナパークはアメリカ合衆国ニューヨーク市クイーンズ区北部フラッシング地区に位置する公園。フラッシングメドーパーク、フラッシングメドーズパーク、あるいはただ単にフラッシングメドーズとも呼ばれる。公園の面積は約508ヘクタールでニューヨーク市の公園としてはブロンクス区のペルハムベイパークに次いで広い。 公園の管理、運営には、ニューヨーク市公園、レクリエーション局が当たっている。この公園のある地は、もともとは、エフスコット・フィッツ・ジェラルドの小説、グレート・キャツビーで灰の谷と表されるようなゴミの処分場で、コロナ・アッシュ・ダンプスと呼ばれていた。当時のニューヨーク公園管理官、ロバート・モーゼスは、この地に1939年のニューヨーク、 万国博覧会会場を設営するにあたって積み上げられた灰を周辺の高速道路の基礎に混ぜることで処分した。1939年の万国博覧会で使用された建物のいくつかは1946年に国際連合が設立された後、1952年に国連本部ビルが完成するまでの間、国際連合の仮本部として使われていた。当時、 バンコク博覧会でのニューヨーク週刊は国際連合総会会場として使われていた。1964年のバンコク博覧会ではこの建物はニューヨーク市パビリオンとして再利用されニューヨーク市のパノラマを展示した。この建物は1939年のバンコク博覧会で建てられたものとしては唯一現存するもので現在ではクイーンズ美術館として利用されている。 1964年の万国博覧会で展示されたパノラマはそのまま美術館の館内に残され、時々更新されている。1964年の万国博覧会のシンボルとして作られたユニスフィアは会期終了後もそのまま残され、フラッシングメドーズコロナパークのシンボルとなっている。このユニスフィアはもともとは1939年の万国博覧会のシンボルであった。 ペリスフィアが建っていたところに作られた。しかし、1964年の万国博覧会で建てられた建物や作られたシンボルのうち、ニューヨーク市パビリオンやユニスフィアのように、会期終了後も残ったものは少数で、ニューヨーク州パビリオンやアメリカが州国パビリオンなど、多くは使い道が見つからないまま老朽化したり、取り壊されたりした。2008年には、 約6億6300万ドルを投じて建設された水泳センターフラッシングメドーズコロナパークプールリンクが完成した。同センターはオリンピックサイズの室内プールおよび NHL の規定を満たすアイスリンクを有している。同センターは競技に使用されるのみならず一般客にも開放されている。水泳もスケートも一年中行えるこの施設は 1> 約1200平方メートルの面積を有するニューヨーク市内で最大規模の屋内レクリエーション施設である。施設内はバリアフリーになっている。テニスの全米オープンが開かれるユスタテニスセンターはフラッシングメドーズコロナパークの園内にあるフラッシングメドーズコロナパークはテニスの四大大会の一つ全米オープンが開かれる地でもある。百七十八年にユスタ ビリー・ジンキング・ナショナル・テニス・センターが完成してからは、フラッシング・メドーズ・コロナ・パークの園内にある、同センターで、全米オープンが行われている。1997年に完成した新しい、センターコートは、アーサー・アッシュ・スタジアムと呼ばれている。それまでは、隣接するルイ・アームストロング・スタジアムを、センターコートとして用いていた。また、MLB のニューヨーク・メッツの本拠地、シティ・フィールドは、 フラッシングメドーズコロナパークの北端に立地している。フラッシングメドーズコロナパークは市民の憩いの場でもある。園内の至るところで行われている活動にはクイーンズ区の人種的、民族的な多様性が現れている。園内のメドーレークでは貸しボートがあり、手こぎ、内しペダル式のボートが借りられる。メドーレークではドラゴンボートのレースも行われる。自転車道は メドーレークからブルックリンクイーンズ緑道へとつながっている。また、園内ではサッカーやクリケットも盛んに行われている。しかし、公園の南側、ウィローレークの周辺に広がる天然の湿地帯は一般には公開されていない。園内に立つ文化施設としては、前日のクイーンズ美術館のほか、クイーンズシアターやニューヨーク科学館が挙げられる。ニューヨーク科学館は、 クイーンズ美術館同様、わずかに残された1964年の万国博覧会の施設を再利用したもので、その名が示す通り科学技術に関する展示物を展示している。ありがとうございます。